あんにょーん、日本一カンデラ好きなモデルことカバチャンネルイメンだー、イエーイ。と今日の企画はですね、結構多分ね、今現在ネットフリックスの方がネットフリックスを含めて、まあたくさんの韓国ドラマがですね、たくさんのサブスクリプションから結構新作が出てるんですけれども、ぶっちゃけ何見ていいのっていう質問をあった人だったりとか、僕にインスタグラムの DM だったりとか、めちゃめちゃ来るんですね。で、何見ればいいのって今結構めっちゃあるから分かんないんだけどっていう質問がめちゃめちゃ1日結構ね、10件か20件ぐらい結構 DM が来るんですけども、そんなあなたに僕がおすすめする作品といえばこちらの6選です。こちら最新のものが出てみますので、まあ、その中から僕が厳選した6個に分けてご紹介しますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは1つ目なんですけれども、こちら39。もうこれ絶対的に僕が今どの韓国ドラマよりも一番真っ先に見ていただきたい作品というのが39になります。これ主演がソン・イェジンさんとチョン・ミドさんのメインの2人になりまして、もう1人3人目のミュージカル女優さんの方がいらっしゃるんですけれども、まあ、主にこの2人が結構画角を結構撮ったりとか、たくさんのシーンが出てくるんですけれども、それをこう支えるパートナーというのもサブキャストに控えてるぐらいな感じなんですけれども、なんといってもこのキャストも素晴らしいんですけれども、もう脚本内容がめちゃめちゃ泣ける素晴らしい号泣作品になってます。一言で言うと深い濃いっていう感じなんですよね。浅はかなこう韓国ドラマのストーリーとかではなくて、あっさりしてる感じでもなく、40代目前にした女性の人生、友情、恋愛、お仕事なんかをこう思い描いた、これ一本で全てが詰まった作品となってるんで、出てる最新作何迷われてるのっていう方いれば、真っ先に僕は39をおすすめしたいと思います。それでは2つ目なんですけども、こちら25、21。これはもうやばいから絶対見たい。25、21はアンガールプレイあれこれ見た人にしか分かんない。もうフェンシングが舞台の、世にも珍しい、今までの韓国ドラマにはなかったフェンシング系の舞台に、ストーリーとなってます。30年ぐらい前の韓国の現状をこう抑えているドラマになってるんですけれども、演じられるのがキム・テリちゃん、ナム・ジュアクさんという本当に演技派の俳優さんが主演をされてます。当時のテレビだったり、パソコン、コンピューターだったり、携帯もめちゃめちゃでかかったりとかね、そういうこうレトロな当時の時代風景というのを、ファッションもそうですよ、もっと当時流行ってたようなそのファッションというものを、主演の人たちが着られてて、今とはもう全然違うライフスタイルになってるというところが見どころになってるんですけれども、友情と、ヒューマン、人情が、入っているドラマになってまして、これを見てるだけでモチベーション頑張ろうとも思えるし、学生さんも見られても全然ピッとするし、韓国ドラマをたくさん見られてる方でもハマってるドラマになってますので、これはぜひ絶対見ていただきたいと思います。それでは3つ目なんですけれども、こちら社内お見合いですね。これ今現在6話、今日7話かな、出るんですけれども、韓国で今最も人気のあるドラマになってます。視聴率がなんと平均視聴率が 10% を超えました。そして最高視聴率が 13.2% ぐらい確か言ってると思うんですけど、6話ぐらいで言ってると思うんですけれども、まあ、それぐらいこれ 10% を超えるって本当に韓国でもすごいことでして、ヴィンセントとか海町ちゃちゃちゃ、イテウォンクラスとか、それぐらいの波のヒットさになってると思うんですけれども、2022年で、最も今視聴率が高い、ドラマになってますので、日本でも今ネットフリックスランキング多分2位3位とかを走っているぐらいのランキングになってますし、これ簡単にワンフレーズで言いますと、彼女はパクソジュンさんの彼女は綺麗だった、パクソジュンさんのキム秘書はいたい、この2つ、カノキレとキム秘書の足して2で割ったような作品というものが社内お見合いになってます。出てるキャストも若手のこれからを担う韓国ドラマを背負うキャストになってるんで、これはぜひぜひ見逃さずに見ていただきたいと思います。それでは4つ目なんですけれども、こちら気象庁の人々。これはね、いいよね。もう王道だよね。もう主演がソン・ガン君、パク・ミニョンちゃん、もう美男美女のカップルがですね、こうお二人が、こう恋愛を育んでいくっていうのと、気象庁が舞台というところがすごく僕は大好きで、気象庁が舞台ってなかなか見れないじゃない、気象庁のお仕事ってこういうのなんだっていうことも本当にこのドラマを知ったし、本当に人たちがすごいこう大変な思いをして仕事をしてるんだなっていうものが、気象庁を見るたびにね、本当に実感させられるのと、尊敬を抱く
お仕事なんじゃないかなっていうふうに僕は見て思いました。眼福ですよ、ソン・ガン君のあの美しいボディとあの顔面にパク・ミニョンちゃんの本当に端正な顔立ちとセクシーなボディというものが、見どころになっているドラマになっているんで、この2人のね、キスシーンもめちゃめちゃ長くて濃厚でエロシーンがやっぱり多いんで、エチエチなシーンが多いんで、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。それでは5つ目なんですけど、こちら、結婚作詞離婚作曲。もうこれはね、本当にね、もうね、今までこの全て4つ説明したのも全部純愛系な、なんか真面目なまっすぐな正統派な感情ドラマ4つをご紹介してきたんですけれども、それとはまた全くの真逆、もう正統派どころかもうドロドロどん底みたいなとんでもなくこうぐちゃぐちゃするドラマになりますので、もうこれ僕が本当に大好きなジャンルのドロドロ系 HH 系のドラマになるんですけれども、本当にこれもうね、もう見てるだけでムラムラワクワクドキドキハラハラ、もう全ての感情が混じっているドラマといえば結婚作詞離婚作曲。これシーズン3が、今最新作で出てますので、今ネットフリックスまだ結婚作詞離婚作曲見てないよっていう人がいたら、シーズン1からもうシーズン2、もうシーズン3まで一気にバッともうすぐ見れると思いますので、ドロドロ系大好きな人、もう不倫ものとか大好きな人、もうぜひぜひこのドラマを見ていただきたいと思います。それでは最後6つ目なんですけれども、こちら、明日。これね、まだね、公開されてないんですよ。4月の2日のもう12時だったかな、まあ、4月の1日の夜に公開予定になっているドラマ、最新作のネットリックスのドラマになってるんですけども、これめちゃめちゃ注目されてて、4月のドラマの中で主演がキム・ヒソンさんと SF9 のロウン君、そして YG のイスヒョクさん、この3人が一応まあメインキャストになっているドラマになってるんですけども、あの世オフィスヒューマンファンタジーというね、本当にこう珍しいジャンルになると思うんですけども、どんな感じの内容になってくるのか僕もすごい楽しみなんですけども、まあ、ネイバーという韓国で大人気のこの、ウェブ漫画のがあるんですけども、このウェブ漫画でめちゃめちゃ大人気の名作と言われた明日、これが実写化されたということで今回すごく話題を呼んでいる作品になっているんですね。韓国とどまらずアジア、まあ、欧米にも大ヒットするような内容となっているドラマになっているそうなので、ぜひ見ていただきたいと思います。このキム・ヒソンさんという方、僕は超有名な、調べたら有名な女優さんなんですけども、初めて見ますよ。これアリスだったりとか、秘意のある彼女というところの主演をされている女優さんになっています。ボンといえば、まあ、レンボでやっぱり大人気を得た、身長がもう190センチ近い長身の俳優さん、イスヨクさんも本当にもともとモデルをされてて、めちゃめちゃ身長190センチ近い、187とか6ぐらいある身長のモデルさんが役者さんをやってるというところで、本当に人気のある俳優さん3人を使っている最新作の4月主演のドラマ、ぜひこれを見逃さずに見ていただきたいと思います。以上、6選ぶっちゃけ何見ればいいの僕のおすすめドラマ6個をご紹介させていただきましたけど、いかがだったでしょうか。見てる人もいると思います、これ全部。けれども、まあ、何を見ればいいのっていうもので迷っている方がたくさん今いらっしゃるのが、本当今のこの日本の現状だったりとか、韓ドラのファンの現状になりますので、方に少しでも一つのお役に立って、一つの作品にでも一応触れていただいて、ハマっていただけたら、僕の方で僕が本当にやっててよかったな、嬉しいなっていうふうに思いますので、ぜひ見てみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、いいね、高評価よろしくお願いします。アンニョン。キャンプ行ってきます。